どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日はですね、ウクレレを弾く上でまず演奏の前にちょっとこのちっちゃいんですけど技を入れるとめちゃくちゃかっちょよくなるよというですね、かなりマニアックだけれども効果絶大なかっこよくなる奏法をシェアしていきたいと思います、皆さん。はい。本来ですね、このガズレレ YouTube チャンネルっていうのはどんな方でもあっという間に楽しく音楽できますよということで、レッスン動画公開してます。ウクレレ楽しそうやってみたいという方、概要欄にね、ウクレレ簡単に楽しめる方法の URL 貼っとくんで、ぜひガズレレスタイルでウクレレで音楽を楽しんでいきましょう。今日はちょっとですね、中級の以上の人にちょっと向けて発信したいんですけど、これをやるとですね、皆さんの演奏がね、キラッ輝きかなり増しますからね。はい。ちょっとこれからじゃあ深掘っていきましょう。その前に2023年今年はですね、ガズレレ始まって10周年なんです。これを記念してこのイベントを開催します。5月ですけど、東京、名古屋、大阪で開催。これ嬉しいことにですね、皆さん、公開予約の発表からですね、4日で、東京会場ありがとうございます。ソールドアウトになりました。ありがとうございます。はい。大阪と名古屋はまだご予約受付中です。概要欄にね、URL 貼っとくんで、ぜひとも皆さん、ワイワイやりましょう。めちゃ楽しいことになりますよ。さあ、今日レッスン入っていきましょう。そういうわけで、どういうことをやるのかというんですけど、これかなりですね、マニアックっちゃマニアックな技なんですけど、やってみたら案外深いですよ。面白いですよ。ちょっとじゃあ、聞いていてください。いきますよ。8ビートの曲を、やってみようと思います。1, 2, 1, 2, 3, go! わかりました？今もうやったんです。気づいた人？わかった？ちょっともう一回いきますよ。1, 2, 1, 2, 3. これです。1, 2, 3, くちゃくちゃんちゃっちゃんちゃ。この、そのリズムが始まる前のほんの一瞬何ミクロンのとこでなんかやりましたね、カズさん。これがですね、かっこよくなる。すごい秘密のシロップなんです。はい。これ実は、ガズレレ YouTube チャンネルのコメント欄に、始まる直前のあれ何ですかっていうコメントの質問をいただいて、それに答える形でこの動画を撮ってるんですけど、これやってみて、これから解説しますけど、やってみたら案外ね、思ったよりうまくいかないかもしれませんよ。もう一回ちょっとゆっくりやるね。1, 2, 3, 4. という風に曲が始まります。今 C で8ビートのチャというリズムをやってるんですけど、このリズムを弾けるためにはですね、今のたった一瞬の1, 2, 3, これだけなんですけど、これをやるためにはこの3つの弾き方マスターしていかいないといけません。まず8ビートのチャと、まあ8ビートとか8ビートのチャと、あとカッティング、これがね、できてないといけないんです。あ、8ビートのチャだな。8ビートのチャとカッティングっていうリズムを習得していないと、まず第一ステップちょっと難しいということです。で、8ビートのチャっていうのは、いつも皆さんご存知だけど、一応確認、C を押さえて弾くと、チャこの、チャという音を打楽器の代わりと、チャッとン、スッと、ダン、ドラムのこのスネアドラムを再現している。この、これね、これでこう打楽器の要素を出してるんですよ。はい。これが8ビートのチャ。じゃあ、カッティングっていうのは何かというと、音伸びてる時に左手の音でパッと弦に触れて、その時に、カチャってやるんですね。カチャ。さっきのチャとは違うんですよ。これは言葉で言うと、カッっていう風に表現します。カッ。これカッティングで8ビートのリズムでやってみると、弦触れたまま、これ、カッ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 、これがカッティングですね。はい。今のこのカッティングと8ビートのチャのやり方、ウクレレでできるリズムのいろいろという、ガズレレのホームページでもう濃厚解説動画上げてます。概要欄に貼っとくんで、そこでね、まだ知らないなという方は練習してもらいたいんですけど、これを合わせた技なんですが、ちょっとこのカとチャの違い、聞き取れますかね？ちょっとやってみるんで、見て、聞いてくださいね。いきますよ。1,2,3,4。わかる？練習しましょうか。いいですか。分かった。今、カッチャカッカッチャカッカ、ちょっと違う。ちょっと違うんですよ。カとチャ、わかる？カっていうのは右手は何にもせずで左手で弦触れてるだけ。チャはもうバシッとこうやって止めてるわけで、パッてチャですからね。バシッとね。はい、ゆっくりいきます。C っていうか C コード何もないのもリズムだけです。1,2,3,4。わかるかな。左手はどの位置でもいいですよ。ダッツッタッチャッタッチャッカッタッチャ。触れてるだけですからね、左手は。右手だけです。カッチャッカッカッチャッカッ。
このかの時とちゃの音の差がある方がよりいいですからね。より better です。better。はい。もう一回行こう。せーの。これ結構案外皆さんどうですか、できますかね。はい、8ビートのチャ、これ基本ができているのとカッティングができているのと、いや一応この2つがこう一体になって今度ビートを生み出すっていうことなんですけど、ちょっとね、本編今日の本編とは外れますけど、皆さんお家でお気に入りの CD とかなんかサブスクでいろいろ聞くときにどんな曲でもこれでリズム練習するといいですよ。流れてる CD に合わせてこうやってリズムをトレーニングするのにこれ最高です。コードがないですからね。はい。これはまあ一個ちょっと、まあ、いや、流用の話として置いといて、今日やったやつ、さっきのやつに戻りますよ。こういう風になります。ワン、ツー、ワン、ツー、スリー、フォー。わかりました。このタイミングが難しい。じゃあ、ワン、ツー、スリー、フォーからいきます。ワン、ツー、スリー、カッチャッカです。わかった。これ表で表すとこうなります。空振りは矢印にしましょう。1,2,3 カッチャッカ、わかった？いきますよ、僕の手よく見ててくださいね。 1,2,3 はい、アップからカで始まりますね。ワン、空振りから 1,2,3 カッチャッカです。これが正体です。ほんの一瞬0コンマ何ミリ何秒みたいな世界ですけどね。 1,2,3 1,2,3ワン、ツー、スリー。はい。これで、じゃあリズム C から始まってみましょう。ワン、ツー、スリー、フォー。すごい。こんなことで結構かっこいい。じゃあこれ入れずにやってみましょうか。ワン、ツー、スリー、フォー。これもいいですけどね。やっぱりあった方がいいでしょ。ワン、ツー、スリー、フォー。なんか今からいきますよ、ドーンみたいな、そういうイメージになります。これはですね、やってみたらわかりますけどね、このアップから入るから、これがちょっと難しいかも。ワン、ツー、スリー、カッチャッカ。ワン、ツー、スリー、フォー。これ何回も練習するに限ります。ゆっくりやりましょう。ワン、ツー、スリー、フォー。ワン、ツー、スリー、フォー。ワン、ツー、スリー、フォー。ワン、ツー、スリー、カッチャッカ。ワン、何にもないとこでそれを感じさせるグルーヴです。はい、これが、本当にこんなマニアックなことだけれどもですね、皆さんの演奏をキラッと輝かせる魔法のフレーズっていうかね、本当こういうのちょっとしたことですけどね、かなりこれはね、効果絶大だと思いますよ。まず自分がテンション上がりますからね。で、今のは8ビートバージョンだったんですけど、今度は16ビートバージョンももちろんご紹介したいと思います。じゃあこの16ビートバージョンでやるんで、ちょっとゆっくりめでいきます。ワン、ツー、ワン、ツー、スリー、フォー。なんじゃそりゃ、来ましたね。ちょっと今もっとゆっくり分析します。ワン、ツー、ワン、ツー、スリー。はい、今度はちょっと16ビートが細かいですよ。ワン、ツー、スリー、つく、ちゃかつくです。ワン、ツー、スリー、つく、ちゃかつく。手の動き16ビートだから今度細かくなります。ワン、ツー、スリー、つく、ちゃかつく。ワン、ツー、スリー、フォー。ワン、ツー、スリー。はい。これ8ビートの時も16ビートの時もそうなんですけど、これ裏から入ってんですよ。まずちょっと一回戻ってさっきの8ビートに。ワン、ツー、スリー、カッチャッカ。カから入るってことは、8ビートの場合は裏になります。ワン、ツー、スリー、カッ。あれ、手拍子してないところでカが入るでしょ。ワン、ツー、スリー、カッチャッカ。ですからね。16ビートは今度逆に、腕の振りが倍になるんで、今度は、裏で来るときにダウになります。ワン、ツー、スリー、つく、ちゃか、つく。
つく、ちゃかつくですかね。ワン、ツー、スリー、タカ、チャカ、タカ。ちょっと口の言い方、だから、カカ、チャカ。早かれ、カカって言いづらいんだよ。ワン、ワン、ツー、スリー、カカ、チャカ、カカ。ですよ。カカ、チャカ、カカ。はい。ワン、ツー、スリー、カカ、チャカ、カカ。こんな感じです。ちょっとゆっくりまたやってください。ワン、ツー、スリー、フォー。もう一回。ワン、ツー、スリー、フォー。ワン、ツー、スリー、フォー。かっこいいね。もう一回いくよ。ワン、ツー、スリー。かっこいい、これ気持ちがいいですよ。すごい早い16ビートだったらさらにかっこいい。ワン、ツー、ワン、ツー、スリー、フォー。これも効果絶大です。まあさすがに16ビートの方がちょっと難しいでしょうね。クックチャッククック、はい、カッ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 カですからね。ワン、ツー、スリー、ココチャッカッカッカ。はい、これはまずもうめちゃめちゃゆっくりからでいいんですよ。16ビートはワン、エン、ツー、エン、three to to ta 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 ku and the ku ta ka ta ka stand one two three ku ku ta ka ku ku down ta ka stand and ta ka one two three ku ku ta ka ta ka。 はい、ぜひこれやってみてください。16ビートの表で表すとこうなります。ちょっと細かいけどね。one two three ku ku ta ka ka kaですからね。はい。ちょっとこの、表を見ながらとか、ちょっとガズさんの今の演奏に合わせて、その感覚を掴んでください。これ一回マスターしたら、もう逆に、どんな曲やるときもこれ入っちゃいますからね。ワン、ツー、スリー、フォー、なんでもかんでもとかですね。もうほんと、ほんとこういうことになります。これが、自然にできるようになったら、締めたものでございます。ここからもね、リズムのグルーブっていうのは始まってますからね。はい。ちょっと今日はですね、マニアックだけど実は効果絶大。聴いてる人にとっても、やってる自分本人もめちゃ気持ちがいいリズムのこの入り口。まず曲が始まるぞっていう時のこのグルーブの生み出す、まあ、最初の一手ですからね。これを練習して皆さんの、演奏の気持ちいい演奏のお役に立てればというふうに思います。有効活用皆さんしてください。よろしくお願いします。今日はなかなか奥が深い動画になったと思いますよ、皆さん。どの曲でも対応可能ですからね。はい。16ビートと8ビート。これがやっぱりね、まあ、突き詰めれば、やっぱりどっちかのリズムになると思いますので、ぜひ皆さん練習してやってみてください。はい。最初にもね、お伝えしたんですけど、はい、10周年記念イベント、もう盛大に開催する予定、5月ね、東京はソールドアウトになったんですけど、名古屋と大阪はまだ予約受付中、概要欄から待ってますよ。で、ガズレレではですね、もう他にもいろいろやってるんですけど、このね、ガズピアノというのをやってるんですよ。これ、ガズがやってるハニーさん、私の愛するハニーさんと一緒にやってるピアノ教室なんですけど、ここでね、YouTube チャンネルも、これ YouTube やってるんですけど、なんと本が出版されております。めちゃくちゃ楽しくて、これウクレレやってる方だったら、ほんとあっという間に鍵盤弾き語りもできるプログラムになってますからね、世界で一番簡単な鍵盤教室です。ぜひこれも YouTube と本の方もですね、これ Amazon でこんな風に調べてみてください。そしてですね、ガズレレでは、アプリがあります。ガズレシピという便利なアプリ、楽譜が見られるアプリなんですけど、このね、アプリの特徴は、スマホとかタブレットで見られるんですけど、自動スクロール機能とかメトロノーム機能を満載していて、もう曲がですね、かなりの曲数になってます。40曲のブロックが9ブロック、みたいな感じで、だから、もう300曲、400曲近くあって、この楽譜の特徴は簡単版だけじゃなくて、かっこいいバージョンも載っているということで、かなり、ね、皆さんご支持いただいてます。そしてこれアプリダウンロード皆さんぜひ皆さんスマホとかね、タブレットにしていただきたいんですけど、入れるインストール自体は無料ですからね。で、中のコンテンツで有料課金もありますけれども、見やすい楽譜なんで、これはね、かなり有用だと思います。いっぱい重たい楽譜を歩かなくてもね、タブレットで見れるとかすごくいいですからね。で、あとね、そのね、楽譜だけが本当の本になって登場しております。ガズレシピの
本のバージョン、こっちも Amazon で販売してますので、ぜひともご覧になってください。そしていつもガズが、ね、使っているこのウクレレに挟んでいるあの水引き、これガズの両親が作っているね、手作りものの水引きでございます。そしてあとハニーさん手作りのこのストラップだとか帽子、T シャツとかいろんなグッズ盛りだくさん、こんな感じでね、ガズレレ公式ホームページのトップページにバナーもあったりとかするんで、ぜひね、いろんなもうグッズでね、さらにテンションも高めていったりとか、もうあっちからこっちから音楽を楽しむ要素盛りだくさんでございます。こんな感じでガズレレ盛り上がっていくぜということでございます。本日のレッスンはここまででございます。またお会いしましょう。さよなら、バイバイ、またねー。